16日、元フィギュアスケーターでタレントの浅田舞がディズニーオンアイスでスペシャルパフォーマンスを披露した。東京公演終了後、同公演の PR サポーターを務める浅田は男性スケーターと共に、レッド、イット、ゴーありのままでをバックに華麗なスケーティングを見せた。5年前にもサポーターを務め、ディズニーオンアイスとアナ雪ファンの浅田は、憧れの世界観とこの舞台の中で滑ることができ、子供の頃の夢が叶いました。とにっこり、今月18日に28歳の誕生日を迎える浅田は、大人の女性になれるように日々勉強します。恋愛についてはちょっと寂しい感じですね。と苦笑い、夏の予定を聞かれると、アイスショーで妹の真央と一緒に滑ることになっているので今は練習中です。と笑顔で語った。最後に、大好きなアナ雪の魅力とフィギュアの魅力を多くの方に伝えられるように頑張ります。と意気込みを語った。